中山定義8月16日から1995年1月16日は日本の海軍軍人、海上自衛官、海兵54期恩師、第4代海上幕僚長、島根県出雲市出身、東京都目黒区在住であった。長男は第10代明治学院長の中山博正。旧制島根県立大こそ中学校より海軍兵学校第54期入校。席次は入校時は79名中4番、卒業時は68名中3番で恩師の短剣を拝受。海兵54期はワシントン軍縮会議の結果、艦船のみならず海軍士官も余剰と判断され、海軍兵学校生徒の採用数が通常年度の半分以下になった2期目のクラスである。左官になってからは軍政部門での勤務が多かった。海軍大学校講習第36期在校中に日中戦争が勃発、人手不足も手伝って大学校在校者も駆り出され、中山は中国在勤を命ぜられる。チリから交換船で帰国後は海軍省軍務局で米内光政、井上鳴海、高木宗吉、横山一郎などに重用され、終戦に至る数々の機密事項に関与した。また、海軍の伝統的な陸軍嫌いから陸軍内部の情報が乏しいと感じ、自ら陸軍軍務局の政治将校に近づき、彼らから情報を収集したりしている。その中には、宮城事件を起こす椎崎次郎中佐、畑中健次少佐もおり、東京が空襲で焼け野原になっても、なお、神栖不滅論を振り回し本土決戦を主張する。彼らに対して数字や戦士をもって説得するも、全く効果がなく、海軍がに反対なら、まず海軍を抹殺するという彼らの言葉。中山自身はこれを 2.26 秒と表現している。に完全に呆れつつも、陸軍中堅層が本土決戦に持ち込むつもりなのは事実で、正規かどうかはさておき本気ですと米内や井上など上層部に報告したりしている。戦後、公職追放を経て、その後は中山は尊敬する海軍の先輩である野村義三郎の勧めもあり海上自衛隊に入隊。海軍在職中の経歴により、入隊後に超特急承認を果たしたとされる。海上自衛隊幹部学校長在任中、海上自衛隊幹部ですら、戦争体験者が少ないこと、戦士教育が不十分であることを憂いた中山は、帝国海軍の先輩を特別講師として招聘することとした。特別講師には自薦者もおり、中には太平洋戦争中の自身の業績を極端に美化、歪曲、ことする者も少なくなく、中山ら聞く者が心外に感じること、強度の困惑、忍耐を必要とすることがあったという。特別講師の中にあって、山梨勝之進、長谷川清、寺島健、新見正和、高木宗吉の5名は、講話内容について、間違いがなく、中山にとって安心できる存在だったという。また井上鳴海にも特別講師を依頼したが断られ、幹部学校教官が、横須賀市長井の井上宅に赴いて聴取した内容を学生に講話するという形態を用いた。山梨勝之進の足掛け8年にわたる戦士講義は幹部学校の部内資料としてまとめられ、後に毎日新聞社から公刊された。1995年1月16日午後0時6分、急性心不全のため、東京都世田谷区の病院で死去、89歳没。葬儀と告別式は、同月22日午後2時から、新宿区の葬儀場で妻と合同で行われ、喪主は長男の博正が務めた。ありがとうございます。